レディーゴー。介護士と保育士の夫婦ではレズミカルガスの雑草とこどん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 タカちゃんでございます。はい、本日も虹色動画張り切ってやっていきましょう。ちっと親子遊びでニッコニコ運動神経向上プログラム、本日53発目。さあ行きましょう。本日のじゃんけんゲームはですね、ハグじゃんけんです。さあどんなじゃんけんなんでしょうか。それではアマナちゃんと説明したいと思います。お願いします。サムちゃんが、まずまた2人組を作っていただいて向き合います。それでじゃんけんをします。最初はグー、じゃんけんホイで、勝った方が相手をハグします。で負けた方は逃げます。ハグ、こう後ろに一歩引いて逃げるか、しゃがんで逃げるかは、それはどっちでもいいんですけども、勝った方がハグ、負けた方が逃げる、この反射神経のバトルです。いきますよ。ちょっと一応ハグできる感じでこうできますかなと。よし、いきますよ。最初はグー、じゃんけんホイ。くそ、最初はグー、じゃんけんホイ。早い、これは早い、さすが。こんな感じです。それでは続いてひゅうかさん、レモンちゃん、行ってみましょう。掛け声も自分たちでやりますか。はい、はい、そう、ギュッと握ってくださいね。はい、最初はグー、じゃんけんホイ、あいこでしょ。おお、そう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 、ね、最初はグー、じゃんけんホイ、あいこでしょ。おお、レモン、最初はグー、じゃんけんホイ、勝った。おお、そう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 、ナイスナイス、そんな感じですね。さあ、すごい。それではここからいよいよさらにレベルアップします。前回やりました足バージョンです。足でじゃんけんをして、勝った方がハグ、負けた方が逃げる。足に目線をやりつつ、なんていうんですか、こう動きもね、やりにくいですからね、よりね難しいです。それではちょっとレモンちゃん、アマちゃん勝負しましょうか。いきますよ。はい、最初はグー、ちょっと飛んでくださいね。最初はグー、じゃんけんホイ。あー、くそー。はい、最初はグー、じゃんけんホイ。あっ、よしです、いきましょう。最初はグー、じゃんけんホイ。最初はグー、じゃんけんホイ、あいこでしょ。おっしゃ、セーフ。はい、もう一回。さあ、いくぞ。はい、最初はグー、じゃんけんホイ。あ、ちゃあ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 、これもう勝ったの混乱しまくり。これはね、僕たちミドルエイジ世代もシニア世代の方も、もしこれ やられたら脳トレにすごい効果あると思いますよ、これは、うん、ね。はい、続いてそしたら、足バージョンでひゅうかさんいきますか。ね、ひゅうかさん、レモンさん、レモンちゃんお願いします。レモンさんこれ結構動きがね、いや、キャッチャーのプルジャンキンよりもハードですね、動きが、うん、はい、それでは行きましょうか、うん、はい、最初はグー、じゃんけん、あ、間違えた、はい、足か、せーの、最初はグー、じゃんけん、はい、おお、行きましょう。さ、足、せーの、最初はグー、じゃんけん、はい、勝った。おー、よし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 、はい、もう一回行きましょう、もう一回行きましょう。これむず、ほんま難しいんですよ。はい、最初はグッ、じゃんけん、はい、おー、そう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 、はい、ラストラストワン勝負、最初はグッ、じゃんけん、はい、勝った。おー、しよしよし、でも反応はできてますね。よし、レモンちゃん、タカちゃんとしますか、うん、よっしゃー、弱い、はい、行きましょう。弱いから、強いで、はい、ここ行きますよ。はい、ここ行きましょう。はい、いきますよ、足でいきますよ。最初はグー、じゃんけんホイ、よし、はい、いきましょう、いくぞ、あと2回勝負、いきますよ。最初はグー、じゃんけんホイ、おお、いきますよ。最初はグー、じゃんけんホイ、あいこでしょ、あいこでしょ、あ、くそー、
そんなわけで皆さんもね、ちょっと遠い、ちょっと遠かったですね。その辺はね、お父さんお母さんがね手加減しながら、はい、親子で楽しく運動神経向上してみてはいかがでしょうか。はい、それでは皆さんまた会いましょう。さよなら。またね。虹色動画とは、雑草男たかちゃんが大好きな7色に本気で挑戦することによって見事虹色草になるまでの悪戦苦闘の日々をお届けしております。音楽、陸上、シニア、キッズ、自然、筋トレ、そしてリズミカルです。いずれかに興味のある方はぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。たかちゃんが染まっていく瞬間見逃したらあかんでー。